独眼流政宗を支えた安達家臣団。強さの秘密は縦の糸と横の糸。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは伊達家臣団について紹介していこうと思います。独眼流の異名を取り、戦国武将の中でも格段の人気がある伊達政宗ですが、今回は彼を支えた家臣団の存在をクローズアップしていきましょう。政宗が奥州の覇者となれたのは彼個人の力量が大きいこともあるのですが、あまたの激戦を共に戦い抜いた家臣たちの働きも忘れてはなりません。ここで言う縦の糸と横の糸とは何なのか、また政宗は膨れ上がっていく家臣団をなぜ掌握できたのか、その謎に迫っていきましょう。伊達氏の基礎を作り上げた政宗の先祖たち。もともと伊達氏の出自は平安時代初期に栄華を極めた藤原魚名だったとされており、その子孫である伊達朝宗が源頼朝に従って戦功を挙げ、やがて奥州の伊達郡を賜りました。やがて南北朝時代に入ると伊達行友が北畠顕家に従って各地を転戦、南朝方の有力武将として存在感を示しました。しかし顕家が戦死した上に南朝が目に見えて衰退してくると、行友は北朝に従わざるを得なくなるのです。ここから伊達氏は南朝の孤高の臣である立場から独自勢力としての活動期に入ることとなりました。行友の嫡男宗藤は1380年に出羽の長井道広を攻めてその領地を奪い、翌年には武石行種を破って渡り軍を支配下に入れました。こうして積極的な外政政策へと舵を切ることとなったのです。実は伊達氏には政宗と名の付く人物が2人いて、1人は独眼流と呼ばれ、もう1人は伊達氏中高の祖と呼ばれることとなります。初代政宗は宗藤の嫡男として生まれ、父に勝るとも劣らない活躍をしています。1385年に長井氏をついに滅ぼして米沢の地を奪い、狩田軍や名取軍なども手中に収め、伊達氏の藩とは大きく拡大することとなりました。また1400年に関東公方足利光兼が弟2人を送り込んで奥州の抑えとするものの、領土割譲を要求された政宗は即座に拒否。関東公方の軍勢を相手にして大いに戦っています。この頃の伊達氏は関東公方の権威に対して盾つけるまでに成長しており、政宗の孫持宗の代になるとついに関東公方ですら手が出せなくなってしまいました。このように戦国時代の始まる100年前から伊達氏は積極果敢に外政に乗り出しており、領土獲得のためになりふり構わぬ行動をとっていることがわかります。また一連の征服戦争を通じて在地の黒人層や土豪層などを取り込み、確実に家臣団化していきました。膨れ上がっていく家臣団はすなわち強力な軍事力となり、領内から豊富に取れる砂金は伊達氏の経済力を支えたのです。持宗は足利幕府に多額の献金をすることによって将軍家とのつながりを獲得し、また種宗、春宗、照宗といった具合に歴代当主は足利将軍からの返帰を受けるという光栄に浴したのでした。まさにこの頃が伊達氏にとって最初の絶頂期だったと言えるでしょうか。伊達氏を衰退させた天文の乱。1514年に家督を継いだ種宗は
不祖に劣らぬほどの外政政策を推し進めます。ついに将軍家から陸奥守護職に任命され、奥州短大として権威を保っていた大崎氏すら凌駕するほどになりました。中央から隔絶された奥州の地では、やはり将軍家の権威こそが絶対だったわけです。また本拠地を米沢に移し、本格的に戦国大名への転身を遂げようとしていました。北へ勢力を伸ばすと同時に、出羽の最上氏を牽制する目論みもあったようですね。種宗は北では最上氏と戦い、1528年に葛西氏を攻めて所領を奪い取ります。また1532年には岩木氏、白川氏らの領土へ侵攻し、これらを屈服せしめました。伊達に従うのは直臣たちばかりではありません。半ば独立した黒人領主たちこそが伊達氏の主力を担っていました。彼らは伊達氏の威勢を恐れ、従わざるを得ない状況にあったわけです。積極的な外政も彼らの動員があってこそのものだったわけですね。こうした一連の軍事行動以外に、種宗とその子春宗は積極的な婚姻政策も推し進めています。特筆されるのが彼らの子供の多さでしょう。種宗は20人を数える子がおり、春宗もまた11人に及ぶ子がいました。相馬氏、芦名氏、二階堂氏、田村氏らには娘を嫁がせ、大崎氏、葛西氏、渡氏らには息子を送り込んで養子としました。そういった姻戚関係を利用して受領の安全を図り、南奥州の名主として君臨しようという意図だったのです。しかし伊達氏隆盛の時代も長くは続きませんでした。天文の乱と呼ばれる内紛によって伊達氏の勢力が衰退してしまうからです。ちなみに種宗という人物はカリスマ性があると同時に、独断専行で物事を決めるタイプだったようです。伊達氏のさらなる勢力拡大を目論む種宗は、後継ぎのいない越後守護上杉定実に三男の時宗丸を送り込もうとしました。しかし越後はただでさえ内乱の絶えない地、時宗丸の行く末を案じた種宗はえりすぐりの有力家臣たちをつけて随行させようとしたのです。一方、ろくに相談もないまま時宗丸が養子になるという事実を知らされた嫡男春宗は大反対します。しかも有力家臣団を随行させるということは、伊達氏の軍事力も大幅に減ってしまうということを意味します。かねてから種宗の戦王に業を煮していた家臣たちも同調し、ついに春宗は父を捕らえて幽閉してしまったのです。しかしそこですんなりと代替わりすると思いきや、そうはなりませんでした。なんと幽閉された種宗が救出され、縁石となった戦国大名たちに救援を求めたのです。周辺の諸大名からすれば、兄弟となった伊達氏を内紛で弱体化させる絶好のチャンスです。序盤は多くの諸大名が加担した種宗方が優位となっていましたが、徐々に春宗方が盛り返してきます。また諸大名間では思惑の違いから不和が発生し、ついに芦名守氏が春宗方に転じたことで形勢は逆転してしまいました。結局は足利将軍の仲裁によって、春宗へ穏便に家督を譲るという条件で和睦しましたが、伊達氏の勢力は大きく衰退し、せっかく抑え込んだ奥州の諸大名たちも勢いを盛り返すこととなったのです。何より伊達氏にとって痛手だったのは、自らの家臣団を増長させる結果となったことでした。春宗は功のあった家臣たちに総成敗の任命や富士や宗役の免除といった特権を与えてしまったのです。いや、与えざるを得なかったと言うべきでしょうか。総成敗とは
自分の土地から得られた税額を勝手に決めてよいという権利のこと。くじや棟役とは、税金や公共負担のことを指します。要するにこれは、家臣団の犯行によって、伊達氏が持つ大名権力が大幅に後退したことを意味するのです。独眼竜政宗の登場。政宗の父、照宗が家督を継いだ頃は、まさに難しい時代でした。父春宗との確執に加え、有力家臣だった中野宗時と牧野久中父が増長を極めて、専横の限りを尽くしていたからです。宗時らは春宗の側近だったため、照宗に対して主を主とも思わない態度、さらに彼らが謀反を企んでいるという報告も入っていたのです。1570年、照宗は彼らを除くことを考え、兵を繰り出して撃とうとします。しかし事前に察知した宗時らは脱出、相馬氏のもとへ出奔したのでした。しかし照宗にとって不可解なことは、宗時らの脱出をほとんどの家臣たちが黙認し、見逃したことでした。彼らは明らかに宗時、久中父に同心しており、もはや譜代家臣ですら信頼できないありさまだったのです。ますます疑心暗鬼に陥った照宗でしたが、当主としての役目をよく果たしたと言えるでしょうか。遠藤元信を執政として重用し、柔軟性あふれた外交政策で伊達氏を安定へと導いたのです。中央の織田信長に接近し、上杉氏の内乱にも介入していますし、長年の宿敵だった相馬氏との戦いにも決着をつけています。この照宗の代に至ってようやく、種宗以来の丘陵を回復し、次代の政宗へとバトンタッチするわけです。1584年、伊達氏の家督を受け継いだ政宗は、歴代当主の実績を引き継いで、積極的な外政政策に踏み切ります。敵対勢力には武力をもって服従させ、それでも従わない相手には、苛烈な手段をもって応じました。一方政宗は、新たな家臣団編成にも手をつけています。それが、縦の糸と横の糸による、家臣掌握術でした。従来の伊達氏当主の場合、あくまで上級家臣団は門閥主義であって、一族の者や譜代衆だけで固められていたわけです。そうなると家臣団の中に派閥ができてしまい、有力家臣の意見に流されてしまうことも多く、どうしても家中の統率や意見が硬直化してしまうのです。そこで政宗は、片倉景綱や石茂田景頼、鬼には綱元といった昇進でありながら能力に秀でた人材を積極的に登用し、領国経営に参加させたのでした。かといって、一門や一家といった一族衆や譜代衆を阻害していたわけではありません。伊達重実をはじめとして、石川昭光や留守正景など、古参といってもいい家臣たちも大切にしていました。また新参家臣と古参家臣による合議制を敷いたのも家臣掌握術の一環でしょう。これは信玄時代の武田氏でも見られる現象ですが、決して政宗のトップダウンではなく、家臣たちの様々な意見を取り入れながら政略や戦略を進めていったのです。新参・古参の別なく自由に意見を述べることで、他の者への尊敬の念も生まれますし、違った意見を取り入れることができるもの。まさに横に紡がれた糸のように、家臣同士の結束は強固なものとなったのでした。一方、縦の糸は政宗への忠誠であり、家臣団の階層にもつながるものでした。一門や一族、譜代らを最上層として、その下には嫡座や召出しという階級がありました。また最下層には
兵士や組士といった下級家臣らが置かれます。いわばヒエラルキー型のピラミッド階層を採用しており、一族連士、門閥の多い伊達家臣団ならではのシステムだと言えるでしょう。そうすることでプライドの高い上級家臣たちの体面も守れますし、ピラミッドの頂点に君臨する政宗への忠誠心も保てるわけです。なぜ若い政宗がこのように老練ともいえる手法で家臣団を掌握できたのか、全く不思議なところです。出奔されても許してしまう政宗の性格。伊達家臣団の再編成に成功した政宗は、こうして他家に引けを取らない強固な組織を手に入れました。政宗の生涯において二大決戦と呼べる一鳥橋の戦い、すり上げ原の戦いでは、家臣たちの勇猛な戦いぶりによって危機を脱したり大勝利を引き寄せていますし、一時は奥州の覇者になり得たのも孤高の家臣の働きがあったからこそです。しかしそんな政宗ですが、重臣に見限られて出奔されてしまった経験が4度もあるのです。出奔とは主君の元から逃げ出して行方をくらますことですね。一人は政宗のいとこでもある伊達重実です。片倉景綱と並んで伊達家中で双璧をなす人物ですし、一鳥橋の戦いでは重実の奮戦によって政宗は難を逃れることができました。1595年頃、伏見にいた重実は突如として出奔し高野山へ向かったと言われています。出奔の理由としては諸説ありますが、政宗のいとこであるにもかかわらず重臣としての席次が2番目だったことに不満を持ったとされていますね。数年後、慶長出羽合戦において上杉景勝から5万石で仕官するよう求められますが、重実は本来なら家臣筋の家に仕えるつもりはないと突っぱねます。それもそのはず、重実の父は天文の乱のきっかけとなった時宗丸、伊達実元だったのですから、天文の乱さえ起こらなければ重実が越後国主になっていたはずでした。同じ年の秋、留守正景や片倉景綱らの説得により帰参し、その後も伊達氏を支え続けました。そして二人目は鬼には綱元です。この人も政宗を支えた重臣ですが、豊臣秀吉との折衝役を務めたのが仇になりました。秀吉は綱元のことを大いに気に入り、鬼庭の姓は縁起が悪いとして茂庭に変えさせたほどです。1595年、綱元を直臣にするのではと疑心暗鬼に陥った政宗は、綱元を隠居させることで事態収拾を図りました。ところが綱元に与えられた隠居料はわずか100石ばかり。これが長年仕えた忠臣に対する仕打ちかと怒った綱元は、ついに出奔してしまったのです。徳川家康から仕えるよう誘いが来ますが、政宗の妨害によって破談となります。それでも家康は綱元が困らないよう多額の金品を与えたそうです。そして2年後、綱元は伊達家の帰参を許されたのでした。その後も40年間伊達氏の重鎮として存在感を示し続けました。最後の一人は国分森重です。伊達氏の血統でありながら名族国分氏の名跡を継ぎました。1592年頃に伊達姓に服していますが、一般的には国分森重の名で知られています。1596年頃、森重は突然出奔し、日立の大名佐竹義信のもとへ走りました。一説によると重臣としての処遇に不満を持っていたとされています。森重は最後まで伊達氏へ帰参することなく、
佐竹氏に従って秋田へ移り、子孫は久保田藩士として続いていますね。このほか遠藤宗信も伊達氏から出奔しており、数年後に帰参しています。そもそも政宗はケチというわけでもなかったのでしょうが、他の大名家と比べても家臣に対する知業高を抑える傾向にありました。働きの割に稼ぎが少ないと家臣たちが不満に思うのも無理はないところ。当時は待遇に不満があれば出て行っても構わないという時代でした。今よりもっと待遇が良い仕官先を見つければ良いだけなのです。しかし伊達重真、鬼には綱元、遠藤宗信の3人に限っては、他の重臣らが説得した挙句伊達氏に帰参しています。やはりここでも同僚を思う横の糸でつながっているわけですね。そして政宗もまた帰参を願い出てくれば心よく許し、重要な仕事を任せたと言います。もしかしたら政宗には戻ってくることが分かっていたのかもしれませんね。これが縦の糸のつながりと言うべきものでしょう。異国の地で紡がれた伊達家臣団の系譜。意外に知られていませんが、伊達家臣団の系譜は海外でも見ることができます。スペインとの海外貿易を望んだ政宗は、1613年9月に長谷倉常長を団長とする系庁兼王使節を派遣しました。一説にはスペイン国王と交渉した上で、無敵艦隊を江戸湾へ呼び寄せ、江戸幕府を滅ぼそうとしたという倒幕説もあるほどですが、さすがにそれは荒唐無稽かもしれませんね。しかし政宗が海外貿易に興味があったのは事実のようですから、すでにその目は海外へ向いていたはずです。使節団は1年以上かけてスペインのアンダルシア地方へ到達。常ながらはスペイン国王フェリペ3世に謁見しました。さらにローマで大歓迎を受け、ローマ法王にも謁見していますね。しかし彼らの目的が達せられることはありませんでした。すでに日本ではキリシタン禁止令が出され、政宗もまた貿易を諦めてキリシタン弾圧へと舵を切っていたのですから、失意のうちに帰国する使節団でしたが、その中の数人が帰国を諦め、スペインでの残留を希望したといいます。アンダルシア州都セビリアの近郊にコリア・デル・リオという町があるのですが、ここに暮らす800人もの人々の姓は皆ハポン、日本人ということなのです。もし彼らが日本人の子孫なのであれば、日本の侍の血を引く者、すなわち伊達家臣団の系譜を紡いできた人々ということになりますね。 DNA 検査の結果では日本人としての特徴は検出されなかったそうですが、今後また新しい検査方法などが試されるかもしれません。伊達家臣団のまとめ。他の戦国大名と比較すればあまり目立ちませんし、これといったスーパースターが見当たらない伊達家臣団ですが、政宗の下で一致団結し、その系譜を江戸時代以降につなげたという意味では評価されるべきでしょう。政宗があと10年早く生まれていたら、おそらく伊達家臣団の活躍は計り知れないものだったでしょうね。そんな夢さえ見せてくれる存在なのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。